私は今水戸市五軒町の水戸芸術館に来ています。こちら水戸芸術館の ACM 劇場主催で今年から始まった輪っかプロジェクト、人と人とがつながるという意味のプロジェクトについてこの時間はお伝えしていきます。お話は水戸芸術館広報の山本さんです。山本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この輪っかプロジェクト、なんかこの名前を聞いただけでも素敵そうなプロジェクトだなと思うんですが、はい、どういったプロジェクトなんでしょうか。はい、もうこのままですね、人と人、はい、そして地域と地域をつなげるという思いを込めてこの輪っかというふうに名付けられたんですけれども、はい、よく、人と人とが集まったりいろんな活動をしたりするっていうような動きっていうのは、街中で出ますとたくさんありますよね。サークルがあったりとか、はい、で芸術館がそれを行おうとした時に、はい、水戸芸術館 ACM 劇場として何ができるだろう、地域の皆さんをどんなふうにつなげることができるだろうというふうに考えた時に、はい、やはり劇場ですから、はい、演劇の手法とか あとはダンスの手法、はい、そういったものを用いて人をつなげてみようかというふうに考えました。やっぱりなんか楽しそうなプロジェクトですね。そうですね、人が集まって何かを話し合ったり、考えを持ち寄ったりっていうことは、はい、それだけでも楽しいとは思うんですけれども、なかなかちょっとこう距離があったりとか、本音を語れないなんてこともあるかもしれないですよね。そういった時にですね、この演劇の手法、テクニックを用いたりすると、あっという間に仲良くなったりとかすることがあるんですよ。はい、ただ単に机を囲んで話しているとやっぱりね、出せない本音なんかも体を動かすことで出るんですね。そうですね、やはり体を動かしたりすると、心まで軽くなったりとか、オープンになったりっていう作用があると思います。そして具体的にどんな活動があるのか教えてください。はい、今輪っかプロジェクトはさまざまな、ジャンルで構成されているんですけれども、はい、例えば子育てに関すること、あるいはその自分が住んでいる町に関することですとか、家族に関することというふうに5つぐらいのプロジェクトに分かれているんですね。はい、でやはりこれを実感していくために、演劇の手法を用いていくんですけれども、例えばじゃあ産み育てに関するワークショップ、こういうものがあるんですが、はい、これはワンパーク水戸さんという多世代交流センターさんを場所にお借りしましてやっているものです。これはですね、子育てをしているママさんはもちろんなんですが、これから結婚をして子供を産むかもしれない、学生の女性の方ですとか、あるいは男子学生でもいいんですよ。あとは同居をしていてお孫さんの面倒を見ているおじいちゃまおばあちゃま、そういった方々も集まりまして、今自分たちが子供を育てる、あるいはこれから子供を産む、そういったテーマについてどういうふうに感じているか、考えているかっていうのを話し合う場なんですね。なんですが、ただ話し合ってしまうとやっぱり壁がやってきてしまうかもしれません。なのでそこはですね、演劇の、プロの方が進行役となりまして、いろいろとやっていくんですが、まずはこう体を動かしてお互いに慣れ親しむ、そして出てきた私こんなことで悩んでいるの、あるいはこれってどうなのかしらっていうようなことが出てきたら、最終的にはですね、それを人形劇にして発表したり、人形劇、あるいは絵本にして発表したりっていうふうにしていくんですね。そうするとどういった効果が生まれるかっていうと、ただ言葉で会話するとやっぱり生々しいんですよね。嫁姑の問題とか、ママ友問題とか、そういったものも人形に置き換えて自分を主人公を置き換えたり、あるいは第三者的な目線でこう演じることによって、非常にこうまろやかにですね、マイルドに表現されていく。そして、見ている人も、何か演じているものを見ると非常に共感しやすいっていうメリットもあるんですね。今山本さんおっしゃったように、例えばうさちゃんのお人形を手につけて、なんかお母さんに食器の洗い残しあるわよとか言われたらうさちゃんが言ってたらいいですよね。なんかまだそういうことなんですね。はい、そしてもう一つプロジェクトの紹介をお願いします。はい、ではもやまちというプロジェクトについて、こちらはですね、上大野地区という場所と時和地区という2つの場所で行われる予定なんですけれども、今上大野地区が進行中です。でこのもやまち、ちょっと変わったタイトルなんですが、町についてみんなどう考えてますか、そのもやもやを持ち寄ってみませんかというタイトルです。そういうもやまちなんですね。そうなんです、もやを、
町について考えてみようという、タイトルなんですが、はい、これはですね、そこに住んでいる人でも住んでない人でも、とにかく一旦上大野地区に集まります、はい、で上大野地区をブラブラとこう散歩したり歩いていく中で何を見つける、あるいは何を感じる、はい、いろんなものがあると思うんですが、はい、それをまた皆さんで持ち寄ります。でそれを、集約してまたお芝居ですとか体で表現する動きにつなげていくんですね。そうすると今まで見えてこなかったもの、住んでいる人はあこんな風なものが見えるんだ、感じるんだって気がつきますし、はい、住んでいない人はこの上大野地区を、通じて、あこれどこかで見た景色だなとか、自分が住んでいる町とはどう違うんだろうっていうことを発見したりするわけですね、はい、で、人と人との心の交流が町と町と自然とつなげていく、そんなつながりにもなっていくと思います。はい、こちら、もや町はこれから開催されるということなんですが、この海育てを考えるワークショップ、はい、参加した方の感想っていうのはどういったものがありましたか？はい、やっぱりテーマがテーマなだけに集まってる、はい、方々がですね、非常に熱いと言いますか、はい、一度話始まると、はい、あれもあんなこともあったの、こんなことも考えてるの、これも聞いてなんていう風に、はい、皆さんとっても距離が縮まるんですね。でやっぱりこうママ友とお茶をしてるだけでは言えない本音とか、あるいは家族の前ではなかなかちょっと気を使って言えないんだなんていうことも次々飛び出しまして、はい、一度これ複数回やってるんですが、はい、一度参加するとまた行こうとか、知り合い誘っていこうとか、あ誰ちゃんも最近ずっと家にこもってばっかりだから誘ってみようでそんな感じでですね、非常にこう、はい、ポジティブに前向きに楽しめるというふうにおっしゃっていただいてます、はい、うん、こちら参加した方がまた参加してどん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 輪がね、はい、その輪っかプロジェクトという名前のようにつながっていったらいいですね。そうですね、本当にもうそうなってくれたらと思っています。はい、そして今私の後ろには輪っかプロジェクトのチラシがあるんですが、本当につながってるなって思うような、おじいちゃんおばあちゃんが手をつないでるようなチラシだったり、いろんなものありますね、はい、やはりこのちょっと今回ねチラシの表紙も、はい、写真を前面に使って、うん、ビジュアルがとってもこう楽しげなんですけれども、はい、やはりこうどこかで見た風景、誰のそばにもある風景というのを切り取ったチラシになっています。はい、これも水戸に皆さん住んでいる方なんですか？はい、そうなっています。こちらは偕楽園公園の橋で、はい、だったりとか、はい、またワンパークでの親子の様子だとか、はいはい、こちら、水戸芸術館や町のさまざまなところに置いてあるということですので、はい、皆さんぜひ手に取ってみてください、はい、では最後にイベントのご紹介をお願いします。はい、ですね、先ほどご紹介したもや町、これは時和の方がこれから3月に行われる予定でして、まだ絶賛募集中です、はい、あと海育てを考えるワークショップの方も1回からでも参加ができますので、はい、こちらもぜひ空いてるお日にちを探して、参加してみてください、はいはい、あとこちら関連企画として無料の、レクチャーがありますので、そちらの方も、27日2月27日水曜日の夜からは幻の劇場大薩摩座の秘密を探るなんていうようなレクチャーもありますので、こちらも、インターネットなどで調べて詳細見てみてください、はい、では皆さんぜひホームページをご覧ください。この時間は水戸芸術館広報の山本さんに輪っかプロジェクトについてお話を伺いました。